借金男6000万さん。6000万借金男さん。はい。1万円の入金確認しました。お気持ちいただきます。まあ、せっかくね、1万円を入金していただいたので、答え合わせをね。答え合わせ。<laughs> あ、そうそう。その前にですね、あの、お問い合わせしていただいてるアドレスに僕は返したいんですけども、このお問い合わせしていただいてるアドレスに対してのやり取りが1回もないので、これは送っていいのかっていう。 でこの Gmail あると思うんですけど、ね、今まで多分携帯のアドレスだったと思うんですよね。そこに送ってたんですけど、このお問い合わせもらってるアドレスに僕は返したいんだけども、うん、大丈夫なのかと。こ、こ、ここのアドレスはチェックしてるのかというところですね。うん。はい。あのー、 まあ一応その、今回その CC で両方に飛ぶように入れておきますんで、その、この、2、2の 2-at-gmail.com もし見てるんだったら、この Gmail からちょっとご連絡ください。うん。OK ですかね。 もうこの Gmail が使われてるのか使われてるのかないのかちょっとやり取りしたことがないので、このデータがないんですよね、僕のあれに。うん。なんで今回その両方に CC で入れときますんで、あのー、この Gmail にレッスンをください。まあ動画でレスクするんだったら、この、なんだ、に .gmail.com からレッスンをくださいだ。大丈夫ですかね。 で、そうするそのレスがあれば、あ、このアドレス見られてるんだな、っていうことで分かるんで。はい。で、まあ、答え合わせなんですけど、えー、っとですね。あのー、まあ、最初のオファーがね、借金男6000万さんのオファーが、まあ、スタートアップの教材を作ってほしいと。自分はこういうものが欲しいと。だから、8万円でなんとかならないかっていうのがオファーだったじゃないですか。 で結局、まあ、その商品はなくなって、商品なくなったけど1万円入れてるという現象になってるわけですよね。でもしね、自分がスタートアップのね、あの教材が本当に欲しいと、これを手に入れる方法って何かっていうと、まあ、もう答え合わせしてるので、もうそれをやっても僕はいやあの対応してないですよ。対応してないけども、要は先に入金するってことです。 ま、あ今回1万円入金したじゃないですか。吉田さん。じゃあ、じゃあ、もちゃんと言っときますね。クロージングトークですね。自分が手に入れたいクロージングトークです。吉田さん、すいませんと。ドリームアカデミアアドバンスコース入るっつって、まあ、僕の事情でね、なかなか入れなくて本当申し訳ないですと。ま、あでもドリームアカデミアのね、アドバンスコース入ってない僕に、あの、いつもご丁寧にワンツー動画ありがとうございますと。で、一応、あのー、 いつも無料でないろいろとアドバイスもらってるんで、ちょっとあの1万円振り込んできました、気持ちとしてと。うん、で、まあ、今回、その気持ちとして1万円振り込んだんだけども、実はその振り込んだ、実はまあ本音もありますと。本音は何かっていうと、実は吉永さん悩んでますと。今、スタートアップでいろいろやってるんだけどうーん、本当にこのままでいいのかとか。 あのもし吉谷さんが自分のチャンネルをもし運用してるんだったら今後どういう展開でどういうふうにやっていくのかとかなんかちょっとあのスタートアップこうやっていけばいいよっていうアドバイスの,あの動画もらえると嬉しいですただあのまあ吉谷さんも忙しいと思うんでまあ無理にとは言わないんでもし可能だったらまあそのスタートアップのねなんかそのアドバイス欲しいですお返事をお待ちしてますみたいなトークをしたらね僕はどういう 返しをしたと思います。おそらく、1万円入金で10万円の価値を受け取れたかもしれないですね。1万円で,1万円で8万円の価値を受け取れたかもしれないですねな。何が言いたいかっていうと、先に出すってことなんですよ。わかります僕もなんで今回、その1万円のね、入金があったのかっていうと、もちろんその、 伏線はありますよ。今まで与えるフリーでね、フリーコンテンツをこう常にワンツー動画で無料でこう提供するっていう伏線ももちろんあったんだけども、今回その気づきを与えるっていう、先に与えたわけじゃないですか。吉田さん、厳しく言ってくれてありがとうございますっていう、なんかハッとしましたみたいな気づきがあったわけですよね。与えてるわけですよ。与えてるから帰ってきてるだけですよ。わかりますだからネットビジネスもフリーコンテンツを提供するから、 アクセスが来る。もちろん、そのフリーコンテンツを提供、あのアップするから確実にアクセスが来るとは限らないですよ。フリーコンテンツを提供するから確実に商品が売れるとは限らないですよ。でも、多くの人っていうのは、うん、稼げるんだったらやりますみたいな。わかりますネットビジネス稼げるんですか稼げるからやるみたいなね。だからもう、ここの順番が逆なんですよ。その、与えるのが当たり前、フリーコンテンツを作るのが当たり前なんですよね。 それなくして何も発生しないんですよ。ギブなくして、フリーコンテンツなくして、アクセスも来なければ商品も売れる可能性も0%なんですよ。ネットビジネスで稼ぎたいです。動画一本もアップしない。まあ YouTube じゃなくてもいいんですけども、Twitter、そのじゃあ YouTube やるんだったら YouTube で動画をアップロードしなければ何も始まらないし、<laughs> Twitter でアクセス集めるんだ Twitter で何もツイートしなければ始まらないし、でも多くの人っていうのは、なんだろうな。 あのまあ、すぐお金やっぱ欲しいっていうところもあるのでお金が稼げないからやらないっていうねいや違いますよお金を稼ぐためには種をまかないといけないわけですよ花を咲かすためには種をまかないといけないわけですよ種をまいたら100%じゃあおいしいねりんごの木ができるのかっていうとわかんないですよだけど種をまかなければ何も始まらないですよりんごの木は生えないですよ でもた、種をまいたからって言って、確実にリンゴの木が生えて、確実に美味しいリンゴが実るか、それはわかんないです。だけど、種をまかないといけないですよ。わかりますでも、多くの人はこれ、順番が逆なんですね。美味しいものを食いたいみたいなね。美味しいものを食いたいみたいな。いやいやと。だから、みんなうまくいかないですよ。わかります結果は大事なんだけど、結果を出すためには、原理原則はあるよと。ね。美味しいリンゴを、 あの育てたい。美味しいリンゴ食べたいんだったら原理原則あるよと。種まかないと始まんないよと。<laughs> 自分で育てるんだったら。うん。そう。なんでまあそこの、なんだろうな。もし最初にね、あの1万円を入金して、そ,そういう風うな感じのトークがあったら、僕はどういう風なものをぶつけると思いますかっていう。いや、吉谷さん。多分吉谷さんのことだから、あの、1万円だけなんかもらって、 何も動画の変身せずに、なんかとんずらこくだろうな、と思いますか今までのやりとりで。<laughs> どうですかだからですね、借金男さん、6000万さんはね、お金振り込むんで作ってくれませんかじゃないんですよ。お金も振り込みました、みたいな。いつもありがとうございます、と。ただちょっとね、まあ、感謝の気持ちで言えたんだけど、ただちょっと本音、こうなんです、っつって、ね、よかったら、みたいな。 で僕はどういう解消をしますかまあもう,もうやんないですよね。これ答え合わせしてるからね。<laughs> もう一切受け付けないですからね。それは。<laughs> どうでしょうか。多分自分が得たいものを、得たいアドバイスを得られたんじゃないですか。<laughs> 得たいコンテンツ、得たい教材を得られたかもしれないですね。うん。だ僕なんかそうですよ。だって、 売れるかどうかわからないお客さんに、もう徹底的に振り込んでやってますから、常に。ってか、なんでそれができるかっていうと、それが当たり前だからです。だからね、もしかすると、普通の人はね、まあ、他の人はね、いや、あの、借金男さんから動画来るじゃないですか、な,なんかその質問とかね、こうなんですみたいなの来るじゃないですか、いや、あの、この前、アドバンスコース、ちょっと入れないってことだったんで、まあ、入ったら、そのサポートしますって回答する人もいるかもしれないですよ、どうすか。 <laughs> いやそれはまああの商品買ってないんで、アドバンスコース入ったらその回答します、そこに q a ありますしっていう、お待ちしてますと、別にそれはまあ普通かどうかわからないですけど、別にまあ悪いことじゃないですよね、商品買ってくれたらサポートしますみたいな、普通の話なんで,で、僕はそれを超えてるから、商品を提供しなくても1万円、今、入金あるわけです。 ね、自分が入れてるわけですけど、なぜ入れたと。ねそう。ね、いろんな人いる。いろんな人いるけど、吉谷さんからなぜ習いたいと思ってるのか。僕はもう、俊英くんね、とか、まあ、他の熟成さんを見てないので、うん、まあ、逆に、俊英くんを見てる時間はあるんだ、みたいなね。<laughs> へえー、みたいな。僕、俊英くんが今何売ってるか全くわかんないですからね。 報告もらってから分かるっていうね。ああ、そんなんやってたんだ、みたいな。もう一切僕、熟成さんの,あの、見ないですから。自分がやるべきこと徹底的にやってるので。うーん。そう。サポートはしますけどね、来たら。それは、それは見るけども。だからそんなやってたらね、100人、200人、300人毎日チェックしないといけないんですから。熟成さん今日やってるかな、みたいな。<laughs> 無理ですよ、物理的に。僕はもう一切見ないですね。うん。 まあ、サポートが来れば見ますけどね、それはもちろん。こういう状況なんです。じゃあ、どういう状況かなって見ますけどね、その時に。うん、今、あの、借金男さんのね、6000万円のチャンネルと俊英君のやってることって一緒ですか <laughs> 一緒ですか別チャンネルの違うペルソナでね、 ネットビジネスとかね、そういう発信をしてるんだったら、まだしもその、ね、シュンエイ君が何やってて、じゃあこれ、活かそうっていうのは分かるんだけども、今、多分違うコンセプトでやってるじゃなないですかえシュンエイ君見ててもしゃなくないですか。 だから結局、隣の芝、青く見えるみたいなね。<laughs> いいな、みたいな。何やってんのみたいなね。自分が今やるべきことに対して必要なものを入れないと。カレーを作りたいのにね。カレーを作りたいのにね。クリームシチューの、ね、粉入れてでもカレーにならないですから。カレー作るんだったらカレーの素材入れないと。うどうやってカレー作りたいのにクリームシチューの素材入れてカレー作んな、ね、いみたいな。クリームシチューになるやん、みたいなね。<laughs> 100ピズって一緒のコンセプト、一緒のペルソナとかでやってるんだったらいいんだけども、違いません今のやってる、その、コンセプトは。うん。もう申し訳ないですけど、借金6000万男のチャンネルでリストを集客して商品を売るのは難しいですよ。難しくないですか <laughs> うん。だから、アクセスを集めて広告で稼いでいく、そ、それを、なんだ うんはそ,その武器をもとにネットビジネスでね、借金男でもこんな稼げたっていうね。だからマイナスの人でもこういう発信の仕方をして僕は成功しましたっていう武器が出ればね、そこでいけるじゃないですか。名刺ですよね。うーん。そう。 まあもちろんね、一部はいますよ。一部はいるんだけど、一部はいるんだけども、僕が借金2000万あっても商品売れたのは、それはもう経験値があるからです。ね。確かに借金はあるけども、ネットビジネス15年やってますから。<laughs> だから僕もね、思いま、あの、ずっとこうう借金があること言ってなかったんですけど、なんで言ってなかったかっていうと、怖かったんですよね。だって普通に考えて借金ある男、お前借金あんのにね、何が偉そうに稼げる方法を売ってんじゃねえよって話じゃないですか。 でも僕は逆、あの、全然売れたんですよ。でもそれは、借金男6000万のさんの今と僕は違うわけですよね。経験値が。何もネットビジネスのことよくわかってないわけじゃないですか、今。<laughs> で、売れます。難しいですよ、これは。至難の技ですよ。だから、今やるべきことは、どうやったら、その、 アクセスが集まるんだらどういうカスタムサムネイル、どういうタイトル選定、どういうふうにやればアクセスが来るんだろうっていう、そこを徹底的にやらないと。それはまあ、前々かなんか、なんか、ちょいちょい言ってると思うんですけど。ね。じゃあ他のユーチューバーさんと他の人たちはどうやってアクセス集めてんだと。そ,それをリサーチしないと。うん。チュ君はリストマーケティングですからね。わかります だから借金男さんやるべきことは、どうやったらアクセスが集まっていくのかっていうのを試行錯誤することですよ。うん。少なくても、その、僕はもうね、そ,のしゃあのそういう YouTuber も紹介したと思うんですよ、何個か。でも自分でもリサーチして見つければいいじゃないですか。うん。だって、あれですよ、今、障害者 YouTuber も出てきましたけど、障害者の方でもアクセス集めてますからね。じゃあ、どういう企画、どういう露出でやってんのか。 分かります。何百万とか回してる人もいますよ。ある動画のサムネイルだ、動画のタイトルで。障害者、障害を持ってでもですよ。あかります。も,うもちろん借金抱えてでもアクセス集めてる人いるし。じゃあそれどういう企画、どういうタイトル、どういうカスタムサムネイルでやってんのかっていう。で、そこが学んで、しっかりそう,そういうところを見て、パクってやって、結果が出れば、そこを教えられるじゃないですか、今度。そこのエビデンスが出たわけですから。 うーん。だから、まあ、俊英君をね、見てる余裕があるんだ、みたいなね。<laughs> まあ余裕というかね、メ,メルマガ登録してるか勝手に来るかもわかんないですけど、僕、あの、他の人のメールマガで一切登録してないですからね、僕。<laughs> 昔は見てた部分ありますよ、ゴーストライターで、一日何十件メール書いてたんで、やっぱネタ切れになるので、ね。そう、今は全く見てないですよ、他の人のメールマガうん 動画も見て、み見,見るって言っても、自分がその興味ある、自分が学びになるものしか見てないし、で、学びがあるものを見たら、すぐアウトプットするので、まあ、結局ネタになってるんで、全部が。うん。はい。な感じですかね。はい。今やるべきことを明確にしてください。 本当に。うん。まあ、それかね、あの、早く結果出したいんだったら、今度はね、日曜日にね、あの、泰之助くんっていうね、ドリアカの本コース入った泰之ケくんがすげえアクセスをね、稼いだんで、切り抜きで。<laughs> 僕は推奨しないですけどね、まあ、その音声対談でも推奨しないけどって言ってますけども、まあ、そういう方法もあります。まあ、それはなんで切り抜きが、その、まあ、500万回ぐらい回したんですけど、1ヶ月ぐらいでね。 チャンネル登録も1ヶ月で1万い、一万5千か今。言ってますけど。広告収入も,もう40万超えたみたいに言ってましたけどね。まあそれはそ、その人に名前があるからですよね。うん。はい。まあそういうやり方もあるっちゃありますね。<laughs> はい。まあいろいろな稼ぎ方あるわけなんですけど。はい。頑張ってください。 また連絡お待ちしてます。とりあえず、このお問い合わせの Gmail、まあ、使えるのは使えないのかっていうのはちょっとご連絡いただきたいですね。うん。まあ、とりあえず CC で送りますんで、こっちにも。はい、この、えっ、ー、と、もし、その、まあ今、お問い合わせフォームからいただいてますけども、とりあえず確認として、この、このに .gmail.com が使えるんであるならば、そのメールアドレスから、僕のよしたに .ustream.gmail.com に返信ください。送信してください。お願いします。 はい、だ大丈夫ですかね、はい。お問い合わせのアドレスに僕は送りたいんですよ。わ,わかんなくなっちゃうんでそう、うん。履歴を僕結構見るんですけど。はい、お願いします。では。